どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんドリルウォーリアーというモンスターをご存知でしょうか。幽霊の魂のカードでね、幽霊で使えないんだけど、また幽霊の魂のカードを幽霊で使えない。どうだ、理解したようだな。これがデュエルリンクスだ。もうこの仕様マジでやめてくんねえから本当に。もうなんかスキルもうちょっとなんかなんていうのかな、自由度高めてくれてもいいのかなと。なんか粉砕とかそういうスキルなんかもう全員使えてよくねって思ってんすけど、俺ももはやね。で、どういうまあモンスターか、ドリルウォーリアーがこれです。ドリルウォーリアーかっこいいっしょ、かっこいいっしょ。紙の方では、まあ、そこそこ強くてですね、効果説明していきます。ドリルシンクロンプラスチューナー以外のモンスター1体以上、まあ、ドリルシンクロンなんで、まあ、シンクロンモンスターやから、まあ、基本的にどうやって作っていくかっていうと、クイックシンクロンとレベル1のモンスター、まあ、5と1で作っていって、であのクイックシンクロンと1のモンスターとかを、まあ、うまいことデッキに入れて活用していくデッキになるんですけども、こいつ結構強くてですね、この、下の効果、自分のメインフェーズに手札を1枚捨てると、こいつをゲームから除外できますと。で次の自分のスタンバイフェーズにこいつ戻ってきて、で墓地のカード回収できるんですよ。1枚何でも、その捨てたカードとかじゃなくてもいいから、何でも墓地のモンスターを1体回収できるっていう、これがクソ強くて、まあいろんなモンスターを使い回したりとかできるんですよ。ですけどもこれね、あのね、どういう使い方するかっていうとね、メインフェーズ2前提の効果なんですよ。攻撃、直接攻撃できる効果持ってて、こいつ一応。このカードの攻撃力を半分にすることによって、直接攻撃ができますよと。だから、メインフェーズ1でその効果を使うじゃないですか。で、ダイレクトアタックバトルフェーズするんですよ。で、1200とかダメージを与えて、で、メイン2で自分を逃がして、手札1枚捨てて逃がして、で、次のスタンバイで回収しつつ戻ってくるっていう、そういうムーブをするんですね。こうすると攻撃半分になるとかいう効果もこれ消えるんでね、2400で持ってくるしみたいなことができるんですけども、デュエルリンクスってですね、メインフェーズ2がないんですね。だからね、ドリルウォーリアの効果が死んでます。悲しい、悲しすぎる、悲しき運命ですね。メインフェーズ2に強いモンスター、まあ例えば総援の修羅とかね、ブラックフェザーもそうなんですけど、メインフェーズ2がなくて死ぬモンスターすげえ多いんですよ。でこの、メインフェーズ2がなくて死んでしまう効果をじゃあどうやって使っていくか、直接攻撃できるんだったらもうそこで決めるしかないんですよ。そこで倒すしかない、そこのターンで殺しきるしかないんですよ。で、じゃあどうやって殺していくかっていうと、打点が1200になっちゃうから半分になっちゃうんで、だから、コンセントレートすれば一応2000上がるんで、2000と1200で、3200になるんですね。だからあと800上げればいいんですよ。あと800なんで、イージー、まあ、もちろん2枚目のコンセントもいいんだけど、イージーチューニング、を採用していて、これで、打点を上げます。でですね、800上げられればいいから、ドリルウォーリアーじゃないですか。ドリルシンクロン。ドリルシンクロンですよ。こいつ、ちょうど800なんですよ、打点。なんかおしゃれでしょ。だからドリルシンクロン、誰やねんっていうモンスターなんだけど、これを今日はちゃんと正規のルートでシンクロします。ドリルシンクロンと、まあ、サイコトラッカーとか、この3がいると特殊召喚できるモンスターね。この辺のモンスターとかで、こう、特殊召喚していて6を作って、で、半分にしてダイレクトアタックしますよ。ダメージステップいいっすか、コンセント、イージーチューニングとか、コンセントとかで、とどめ刺すと。こういうね、ギミックです、今日は。はい。でですね、悲しい運命がありましてですね、6シンクロできるデッキっていうのはですね、これが入れられるんですよね。ブリューナクが、ブリューナクってこれ、手札を2位の枚数捨てると、捨てた枚数分相手のカードバウンスできるんですよ。でね、粉砕するじゃないですか、粉砕。そうすると300上がるんで2600なんですよね、攻撃力が。2600にコンセントで1400上げると4000なんですよ。だからね、ブリューナクで勝っちゃうっていう。これ悲しい運命なの。ドリルウォーリアーを使おうと思ってデッキ組んだんだけど、なんかね、ブリューナクで勝っちゃうっていう。悲
らしいね。はい、ということで早速ドリルウォーリアードリルランサー決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。クリッターセットタッシュルー。結構ですね、あの意外そんなにね、あの何決まんない、うわ全然決まんねえっていうほどではない、こういうタイプのデッキにしては。なんでかっていうとですね、ブリューダックがいるからブリューダック、なるほど。判定は何もない。ドレルシンクロは何もない。何もない、何もない、何もない。いきますよ。集うし力が大地を貫く槍となる、光り差す道のれ、神経の召喚、砕けドリルウォーリアー。そしてクリッターの効果発動、撃距離、攻撃力が1500以下のモンスター1体をということに加えることができる。俺は最高トラッカーを手札に加えていく。そしてドリルウォーリアーの効果発動、ドリルウォーリアーは自身の攻撃力を半分にし、このターン直接攻撃をすることができる。スキル発動、粉砕だ、バトル、いけドリルウォーリアー、ドリルランサー、ダメージステップ、コンセントレイト2枚目。対戦ありがとうございました。やったー、やっと決まった、ありがとうドリルウォーリアー。いやー全然決まんねー、全然決まんねー、助けてくれ、お祈りターンエンド。いや勝てるんだよ、別に勝てるんやけど、勝てるんやけど、ドリルウォーリアーじゃなくていいんだよね、ぶっちゃけドリルウォーリアーじゃなくていいっていう問題が発生して、ほらね、これだからドリルシンクロン召喚するじゃないですか、一応やりますか、ないですね、サイコトラッカーを特殊召喚はないですね、これは勝ちですね。ほらね、言ったでしょ、こうなっちゃうの、こうなっちゃうんですよ皆さん。サイコトラッカーにレベル3ドリルシンクロンをチューニング、封印されし東流よ、今その呪縛を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよう、シックの召喚、凍結界の竜ブリュー略、そしてブリュー略の効果発動、手札を任意の枚数捨て、捨てた枚数分相手のフィールドのカードを選択し持ち主の手札に戻す。そしてスキル発動、粉砕バトル、対戦ありがとうございやした。ドリルせえへんのかーい。さあお相手の方、海馬社長対決よろしくお願いします。デュエル3倍、スカウターなし海馬とスカウターあり海馬の対決、どっちが強いか決めようじゃねえか。お前のそのスカウターで俺の戦闘能力を測ってみな。私の戦闘能力は53万です。行きなさいドドリアさん、ザーボンさん。似てなすぎまるさん、うわーいいじゃねえか、ベリーマジシャンガールナイス、ベリーマジシャンガール把握、チョコマジシャンガール把握、把握、これはマンキルハンドなんですよね。局所的ハリケーン2枚、まあ、そんないらねえけど、これまたドリル出ねえや、またドリル出ねえや。ドリル出ねえんだけどマジで、どうしようかな、ハリケーンして、で、ウィールダークリッターでいけんな、局所的ハリケーン、クリッター召喚、サイコウィールダーの効果発動、そしてレベル3クリッターにレベル3サイコウィールダーをチューニング、封印されし投入よ、今その呪縛を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよう、シンクロ召喚レベル6氷結界の竜ブリュー力、そしてクリッターの効果、さらにサイコビルダーの効果も発動、サイコビルダーの効果によってベリーマンシャンガールを破壊、もちろんベリーマンシャンガールの効果発動するよな、効果の対象に取られた時で距離マジシャンガールモンスター1体を特殊召喚することができる、ベリーマンシャンガール以外のね、
そしてなんかチョコバチャンガルが出てきて、で、なんでもいいんだけど持ってきて、そしてどけかの竜ブレーダクの効果発動、クリッターを墓地の振り、相手のフィールド上のモンスター一体を手段に戻すことができる。そしてスキル発動くっさい、ブリブリリ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 リブリリ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 ドリルせえへんのかーい。お、行くぞユウさん、行くぞユウさん、これはこれは熱い戦いになりそうだな。クリッターをセットするぜ、カーを終了するぜ。頼むユウセ、くだらねえ6部集とか使うんじゃねえぞ、頼むユウセ、なんか変な使うんじゃねえぞ。ギラサウルス、オッケー。あ、ギラサウルス、あーいいじゃん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 、そういうの待ってたんだよ、そういうの待ってた。これ誰、これ誰が出てくるの。ああいいね、ユウセユウセ、君は僕の希望だ。あ、ネクロドシンクロ、何これ何これ、中内外の中内外のモンスターを中国から選んで除外して、除外したモンスターのレベルの合計と同じレベルを持つサラスとシンクロモンスターをエクサリキャと中国人、あ、つかっこよ、おいマジユウセじゃん、ユウセユウセ好きだわ、ユウセ俺お前のこと好きやわ。クリッター効果発動、クリッターの効果によってこれ何でもいいな、ギラザウルスかビルダーか、まあ、ビルダーでいいか、はい、で27もらいましょう。オッケー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 よし、行くぞユウセドロー、僕はこれはドリルしに行きますか、これはさすがにドリルしに行きますか、ドリルシンクロを攻撃強調召喚。そしてフィールド上にレベル3モンスターが存在する場合、このモンスターは手札より特殊召喚できる、サイコトラッカー。そしてレベル3サイコトラッカー、レベル3ドリルシンクロをチューニング、リミッター解放、レベル6素晴らしい力が大地を貫く槍となる、光り出す道の俺シンクロ召喚、クラケドリルウォーリアー、行くぞユウセ、バトルフェイズだユウセ、君は僕の希望だ、アクセルシンクロは光シューティングスター、おぎゃー、ドリルウォーリアードリルードリルウォーリアー、ユウセどうして、どうしてそんなことするんだユウさん、ユウさん君の魂の顔だぞユウさん、ユウさん、モンスターと特殊ができる、あ、あ、でも無理か、あ、でも無理か、ユウさんどうして、どうしてなんだユウさん、ユウさん、ユウさん